What's up, guys? 今日もウォーロボットやっていくよ。今回はね、ちょっとね、ファントムが復権しつつある的な話を聞いて、俺、最初に、ボルト買って、で、その後、ストーカー買って、で、まあ、このボルト、ストーカーの最上位互換版がファントムだったんでね、足早いから。ファントム実際買ってみたら、しかも、これ買ったんだっけな。なんか覚えてないよ。なんか、au かなんかで買った記憶がある。で、使ってみたらなんか全然使えねえみたいなさ。ところが最近なんかが、アビリティの時間だっけが伸びたんだっけ、まあそんな感じで、なんかこう復権しつつあると。で、昨日かなんかプレデターが動画出してて、ちょうど同じ組み合わせのね、武器があったのよ。アンノーンスプリンター、シャッター。で、こうやってみたと。で、ちょっとさっきパイロットも、オルガってこう出てたから、この、まあ、雇用したわけだ。オルガってこれあれだよね、東方正教会の名前でね、ウクライナ、ロシアに多いけど、どっちかっていうとウクライナに多かったかな。俺の元、オルガという名前は、キエフに特に多かった気がするね。で、この人、身長低いからウクライナ人じゃないかな。ロシア人の方が背高い。ウクライナ人はみんなが思ってるほど背高くない。だいたい160、高くてもね。だから背高い女が。そしてパルサーがいいか。アルティメットパルサー持ってるよ俺。役に立たねえ。うん。パルサー。マグネッタかこれ。あんまり音うるさいと目立つから、パルサーぐらい静かなやつで。いや、マグナムとか絶対ダメでしょこれ。モロットでちょっと受け狙うかこれ。モロットで受け狙っとく。なんか横のやつパンパン激しいなみたいなさ。そしたらなんかおい敵じゃねえかこれみたいな。あーボルト、いやボルト、ボルトか。いやこれマグネッタにしとこう素直に。よしこれでいこう。じゃあちょっとこれでね、バトルモードはビーコンラッシュだ。さあどこまでいけるのか。こういう企画だよね。こういうなんかこういろんなものを使っていろんな組み合わせで面白いことをやってみるっていうのがこのウォーロボッツの楽しみだと思うんだよ。なんかねこう最新の機体を使ってドーンとかってなんかそれはちょっと誰でもできちゃうからね。別に否定してるわけじゃないよ。そういう楽しみ方ばっかりにしていくと結局限界が出てくるよっていう、ゲーム自体がね、ゲーム自体のそのクリエイティビティを失ってるっていうか、ね、よし行くぞ。あーこれあれか、速度が、今日調子悪いんだ。今日さラマダンなんだよね。でラマダン本当は昨日からなんだけど、なんかねくそなんかみんな勘違いしてて今日からって思ってる人が多くて、まあ実際 Google とかに今日からって書いてあるから、あーもうダメだ、今日からって書いてあるからさ、
今日になってみんな、その、生団ってなんかこう、日本の正月みたいな感じだからさ、まあ、明けましておめでとうみたいな感じで、みんなその、なんつうの、メッセージ送り合うんで、それでめちゃくちゃ回線が混雑してるんだ。これ誰かな、協力として。そしたらね、YouTube 見るのもやたら重くてもダメだったんだ。嘘だろ、これ。全然繋がんねえ、これ。ああ。おお、なんだなんだ。俺の、ガレージをローディングエラーする。こんなん初めてだな。おい、もうきっと、気を取り直してじゃあ。ちょっとバグなのかどうかちょっとね、わかんないけど、このブースターあるじゃん、左にね。ブースターってさ、途中で抜けたらさ、2回使えるんだ、ね、どうなってるか知らないけど、これはちょっとやめる感じするな。ロックも尺使っちゃってるし。せっかくオルガ雇っちゃうと思うけど。まあ、自がクリーン。あれでもあいつの名前ロシア系だな。豆知識として、最後が VA で終わる。なんとか、ワット。なんとかワって読む。例えば、維新バイバット。これはロシア系なの。ウクライナ人でも最後が VA で終わる人はロシア系。で、なんとか年子。これがウクライナ系なの。遅いな。ブースター効いてるよな、これ。こんな遅いっけ。やべえ、なんか見つかった、見つかった。だが、あ、でもこれ、普通に勝てんじゃね。やべえ。え、何あいつ。あの、兄弟使ってるのか、姉妹か、双子。うぜ。超うぜえな、やべえ、レベル1はさすがに無理だったか。いや、あっちのミクトリックか。わー、いけ。やばい。打たれ弱い。さすがに打たれ弱い。さすがに弱い。いいよ。でもこのステージはね、スコピッちゃんがね、活躍できるから、ね。近づいてって、いやーなんか可愛いフォルムしてんな。なんか、まんじゅう、すべすべまんじゅう神。え?すべすべまんじゅう神ってこんな感じだったね。これで、バックスタッフを取っておいて、毒針刺しちゃいけないように。あ、お前気づいてんじゃねえこの野郎。この野郎。ふざけんなこの野郎。てめえしんどけ。よし。これでさりげなくこうやってビーコンを取っていくって、こういう使い方もできるんじゃない。これいいじゃん。え、ちょ、気づいて。あいつ気づいてる。違う。そっちかお前。オロチか。オロちゃん来た。あいつだ。あいつにテレポート。あ、死んだ。あいつ死んだ。よし、あっ。ダメだよ。はい、続いて、春巡。行ってみようか。ちょうどプレデターの動画でもやってたのかな、春巡で。それにしても、プレデターは、マニーに同意はしないんだね。あ、もうトライしよう。なんか遅くね?あらら。え、こんな遅かったっけ?え、ちげえ、俺の回線がおかしいわ。いやー、ちょっときついきつい。しかもなんか当たってる。何あいつ。なんで当たんの。何え、なんかうぜえな、あいつ。よし。いや、普通になんだよ。あ、そっか。なんか勘違いしてたわ。これあれだわ。この機体はステルスついてないんだ。じゃあ、スコピッちゃんで、どのビーコンというか。なんか敵の裏を描きたいな。そう言ってもダメだ。ちょっと待ってよ。かっこいいねこれ。右を攻めるべきだな。右だな。ちょっと回線のマークが気になるけど、右の。いやもうなんかおかしい。ラグりすぎ。これで、ああいい感じだ、いい感じ。あいつの裏に行ってそのまま逆方向にこう行く。
からの、じゃ、ちょ、バレてるバレてる。だから針で刺すんじゃねえよ、またバレんだろ。あ、ちち、しかもガレスじゃねえか。あ、ちち、待て待て。俺は、違う、誤解なんだ、君たち。俺は別に戦う気はないんだ。3対1じゃねえか、勝てるわけねえ、こんな。さて、マップは山んたぶん。この小サックいるじゃん。これ、これ。なんでこれ？ガチか、こいつ。まあ、まあ、すごいガチなんだろうな。なんか遅えな、ファンが。こんな遅かったっけ？まあ、いや、ちょっと、早速アビリティ使うのも遅すぎるこれ。やっぱそう考えるとリンクスちょっとダメだよな。なんでさ、こう、速さが売りの機体より速いんだよ。で、しかも体力もある、硬い。もうリンクスがバランスブレーカーだな。オロチもそうだけど。いろいろコメントしてるけどさ、やっぱし新しく出る機体が全てティア4っていうのがもうおかしいんだよね、このゲーム。別にいいじゃん、ティア1とか2の新しい機体出してもさ。結局強さ以外の楽しみであるわけじゃん。この機体使ってて面白いなとか、爽快、爽快だなとかさ、そういうところで楽しさを見出していかないともう先がないと思うんだよね、正直言ってさ。これ敵？あ、これ敵だった。敵くん？敵くんだった。なんだ、あ、ストーカー先生。ストーカーにニードルっていうのがやべえ装備のやつ、みんな来てんな、あいつ。これで、あ、ちょっと。あー、しかし今日は回線の調子クソ悪いな。あ、ほんとだ。アビリティの時間すげー伸びてる。しかもオルガを雇ったから、これ何秒あんのアビリティ。かなり速く走れるよね。いいね。これワンチャンビーコン取ってきてさ、その後なんか逃げ帰ることもできるんじゃない？ちょっと一回あっちで試してみるか。まずこれ取るでしょ。クールタイムも短くていいね。このぐらいの距離やったらいけんじゃないか。ここでアビティ発動して取るのかと。ああ、さすがに無理か。さすがに、さすがに遠いか、これ。さすがに遠いかな。ビーコンを取る。いけ。頑張れ。いけ。そこだ。ああ、もうちょいもうちょい。もうちょい。ギリ間に合わないわ、これ。まあいいや。まあいいや。なんだろう。まあしんどげ。それで、さっきの、なんだこれ。いやいや、このなんか、いや、リロード長い長い。この間サイレンの動画でやったけどさ、これブリサンテとか多分、この普通の通常機体、空中に飛ばないような機体だったら、ちょっとリロード中が長すぎて使い物になんないな、これ。困ったな、俺あれ、なんだっけ。フェンリルで使おうと思ってんだよね。いやでもこれアビリティないと話にならんな、ちょっと。遅い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 。エディが必要だ、これエディ。で、戻る。よし。あ、これ使えるわ。一気に使えるなんか機体になったね、ファントン。ファントンって怪人って意味だっけ。よし。これ結構エイムいい加減にも当たるな。遠距離でもそこそこダメージは稼げる。ちゃんとこれあれ、スローダウンの効果入ってる？あ、スパイラルごときにやられるの？マジか。まあいいよ。ここにこのスコピッちゃんがいるからね。スコピはね、バックスタップを取った瞬間に、後ろを向けばいいんだよな、多分。待て、どいつがいい？何だよ、お前は。よし、バックスタップを取った瞬間に横を向く。よし。これだ。これで、ほらほらほら。いいでしょ、これ。あ、あいつ死んでんじゃねえか、おい。しかもね、はまってるはまってる。途中までうまくいったのにな、これ。かなりいい感じでいったんだけど。これで、いいコン踏む。あー、ちょっとネットのあれが。ビーコンな、バレてるぞ、バレてるぞ。ビーコン踏む。エイトル来てんだけど、まあいいや。これであいつにバックスタップをかましながら横を向く。はい。よし、これで、ビーコン踏む。おお、完璧。素晴らしい。気づかれてない。素晴らしいぞ、これ。
こういう使い道だよ。これだよ。スコーピオンこれだ。で、ちょっと、撃っとくか。なんか後ろにいるの。落ちちゃう。でかいでかい、でかいの来た。でかいの来た。熱いやつ、やめろ、やめろ。ここでもこうバックスタップを取って、どうせスコーピオンの存在わかんねえだろ。よし。で、さりげなく逃げると。またここか。まあいいや。でももうさ、初っ端からアビリティを使っていく。足が遅い。ただこのファントの復権全然あるね。なんか後ろから見たらこのシャッターとかスプリンターってなんか回転してんだね。なんかよくわかんないのが。マガジンが。あー、ちょっとこれ厳しいな。一回逃げるか。いやでも、意外と来てない。意外と来てない。よし。クールタイムもっと早くしたいな、アビリティの。んで、ちょっとあっちは敵がいるので、こっちだな。いや、3体いるわ。どこは埋める？あっちだな。これはあそこ狙おう。あいつにバレないように。ちょっとロキ的な使い方が必要だね、これね。これファントも復権あるな、これ。ちょっとバレるバレる。バレるバレる。全然バレる。これで踏めるか。時間内に踏めるのか。踏んで逃げたい。踏んで逃げたい。踏み逃げ。いける。これならできる。あ、これいけんじゃねこれ。いけるよ、これ。よっしゃ。あ、でもあんま意味ないとこだった。あんま意味なかった。全然違う。ガラハド、こっち見んな。ガラハド。アイスソードお前、奪い取るぞ。あ、ちょっと殺してでも奪い取る。殺してでも奪い取る。で、次はどっち行こうか。あ、ちょっと楽しいな、これ。あ、どこが取られてんの？あれか。ランスロットくん。この辺から、ちょっと、ランスロット何頑張ってんだよ、お前。あいつバカだな、ちょっとルール理解してないだろ、あれ。これ一回ビーコン踏んでおいてからの、あれを取りに行く。だいたいこの50メーターか60メーターぐらいの距離だったら、アビリティ発動しても踏んで、帰ってこれる。ちょっと遠いな、もう帰っちゃう。よし。お、なんかバカしかいねえな。ん？なんで君とどまってんの？いいぞ！セラフナイス、ナイスセラフ。これで戻れるのか？あー、間に合わないかな、これ。ん？お前ちょっと待って。お前、気づいてんじゃねえよ、お前。バレた？ごめんね。そっからのこれはスコピッちゃんよ。スコピッちゃんで、じゃあちょっと D で、真ん中のシュートに行こう。これで、スコピッちゃんのアビリティを使い、よし。ピーン、あれ？で、横を向くと。あ、ちょうどよく敵が死んだ。ん？あ、これ味方か。なんかグリフィンってなんか立ってる姿間抜けっていうか、お前、間違えてんじゃねえ、俺味方だよ。間抜けっていうかなんか可愛いよ。で、さてて、ここからその、D は結構距離があるんだね。あ、熱い。で、こう、バックスタップを取って、その瞬間に横を向く。で、これを取る。よし。うさくさに紛れて、こう、遠くの敵を、この、パルサーの、ネタに打っておく。俺もあの、ノーデンさんに食べようだよ的なふりをして、ちょっとやってみるか。これノーデンス敵だよね。俺もお前の味方だぜ、みたいな感じを出しつつ、いやー、ちょっと、意外とバレないな。ほらほらー、もう協力するぜ、加勢するぜ的なね。ノリを出しておく。ほらほらー、ほんとあいつらムカつきますよね、ローレンスさんみたいな。俺も協力しますぜ的なね、こういう動きを。バレないもんだな。あ、気づいた。あ、気づいちゃった。気づいちゃったものですけど。もちろんバックストップ。で、裏にも手入って。いや、ノーデンスさん今日暑いっすね。今日も暑いっすね。食らってる。食らってる。ノーデンス死んだ。
と、まあそんなわけで今日の動画はこれで終わり。まあ目的は十分達成できたし、できたし、こんな使い方もあるんだなってことで、まあ、ファントムもなんかレベル1、全部レベル1だけど、まあそこで、それなりにね、活躍できたなという。これ多分、まあ、視聴者のどれぐらいがウォーロボットが来てるかわかんないけど、これさ、このループと全く強化しない。これなんでかっていうとね、おそらく1ヶ月、2ヶ月で特別版が出る。このゲーム、それ、ほんとやめてほしいんだよね。強化した人はさ、ノーマル版を強化しちゃった人はさ、はってなるじゃん。それで多分やめると思うんだよ。これはさ、まあそうだな、マニーが言うようにマーク3にするときに、マーク3にするか、アルティメット版にするか、選べるようにするか、あるいはマーク3になったときに特別版と、ちょうどその、能力値が同じになるようにするとか、あるいは特別版になんかちょっとしたなんかその、HP とか武器で言ったらダメージ以外の何かを付与するとかにした方がいいんじゃないかな。本当にやる気なってたんで、これ育てて、めちゃくちゃ金と時間かけてさ、育てて、で、特別版の 10% 強いやつが出た瞬間に、うわーってなるからさ、だから全く期待じゃない。で、さっきも言ったけど、結局この、期待？新しく出る機体がさ、全部ティア4じゃん。だからこう見て分かるとティア4が一番多いね。これおかしいよ、はっきり言って。それからティア1、2の方が低くて、3、4の方が高いのがおかしいって言ってる人がいて、それはゲームによって違って、実はほとんどのゲームは多分ティア1っていうのは一番レベル低いんだよ。例えば俺が前やってたライズ・オブ・キングダムとかもティア1が一番低いよ。それからね、確かワールド・オブ・タンクスもそうだった気がするな。でこの辺のさ、出せばいいじゃん、新しい機体、ティア1、2とかでさ。なんで出さない？だからタイタンもなんかもう一つのゲームで出すぎなんだよね。で俺一つ思うのが、ゲームモードでさ、タイタンを出せる権利を持ってるコインが一つ、マップの中央に出てきてさ、それをみんなで奪い合うっていうのは面白いんじゃないかなって思うんだけど、1分おきぐらいにパッと出てきて、それをなんかこう10秒間ぐらいホールドしたやつが勝つみたいな、 10秒間ホールドしたやつがタイタン呼べるみたいな、でタイタン召喚してうわーって武装して、で周りのやつらはそれを全部なんていうの、全員で対抗してそいつを殺すみたいな、そういうゲームモードあってもいいかなみたいな。それからタイタンもあれだよね、必ずしも強いっていうのが、原則じゃなくていいと思うんだよね。だからやっぱそこは相性でさ、例えば、まあ今手遅れかもしれないけど、そのこのルークみたいなさ、こういう硬い装甲にはめっちゃ強い近接武器持ってるけど、遠距離からやられたら一瞬でやられちゃうタイタンとかさ、相性とかはもうちょっと考えてね、なんかバカみたいに強い一強を出す。それはちょっと、ゲームとしても破綻するしかないなって感じなんだよね。まあそんな感じで今日はもうバイバイ。